兵庫県立赤市城西高等学校。兵庫県立赤市城西高等学校は、兵庫県赤市大久保町谷谷にある、公立高等学校。スーパーグローバルハイスクールアソシエート。規律ある風紀で知られる。学科は普通科、グローバル探究コース各学年に1クラスで、赤市内の高等学校の中では最も新しい、学校である。 かつて制服は特徴的な演辞職をしていた。文部科学省の英語力を強化する指導改善の取り組みの拠点校として、学習面では特に英語に力を入れている。そのことは、英語の常塞という伝統的な意味にも現れている。実用英語技能検定の本会場に指定されており、年に3回二次試験が行われる。挨拶をすることが積極的に奨励されており、 伝統となっている。教室にクーラーが完備されているのも特徴である。全国には他にも、上塞がつく高校は存在するが、明石市内では単に上塞と呼ばれることが多く、略称として定着している。なお、上祭ではなく、上塞である。公明の頭文字に由来する、AJ、明石上塞の表記も広く用いられており、一例として、ブレザーの胸ポケットに、 AJ のエンブレムが刺繍されている。公式な英称は、ヒョコプリフェクチャールアカシジョサイシニア、ハイスクールである。校訓は、努力、協調、創造であり、講義は、木国と定められている。一生懸命がかっこいいが、スクールアイデンティティである。生徒を中心に据え、基盤となる人間力の育成に努める。1984年に開校した。 二年後には、英語教育に重点を置いて、英語コースを設置。後に、グローバル探究コースと改名。2008年度より、アカシガックの入試が、複数志願選抜へとなったことに伴い、教育課程を大きく変更した。2012年現在、30周年を控えて、主樹の改革を、城西ルネサンスと銘打って結構している。敷地内には、次の設備がある。 正門を入るとすぐに石畳が広がっている。これは兵庫県かゆいの珍しいもので、明石城の石垣がイメージされており、初代工場のアイデアである。スクールカラーのワインレッドを舗装に使っている。正門の他にも通用門として北と南に門が設けられている。また、校内の各所で石碑が見られる。刻まれた言葉を列挙すると青春の炎を燃やせ、 一期一会の友書きと、扶助学、明日場、死ののめ、未来にかけるとなる。2009年9月15日に発表された、県立高等学校施設の耐震診断結果についてによると、この6項目すべてが A1 の評価である。A1 とは十分な耐震性を保有するもの、つまり、兵庫県の耐震科目標値である伊豆地が0.75以上の建物という基準を、 クリアしていることを意味する。なお、全項目が A1 であるのは、明石市では唯一である。中野木駅には、生徒専用通路が存在し、8時以降はそこを利用して登校することが高速で定められている。なお、淡路から通う生徒は、明石淡路フェリーを利用している。山陽新幹線が、グラウンドのすぐ南側を通っている。また、 敷地の東側と西側には調整地の下が池、受け池、長池がある。明石城西高校は、下が池の西側の部分をに、3ほど埋め立てて建設された。工述する校歌や、昇華などの歌手中には次のような地名が見られる。その他にも、周辺地域には、などが存在する。交渉のデザインは、校の一体寺である、いわゆる、はしご高、の背後に、 W、上彩の西の英訳であるウエストの頭文字をあしらったもの。甲の下の部分は末広がりになっており、赤市場の櫓や石垣をイメージしている。また、W は両端が外側に巻いた形状になっており、ハ花である菊の花、針真ダの波などをデザイン化したものである。生徒手帳の交渉の由来の甲によると、生徒が試練に立ち向かう姿。 豊かな愛や広大な理想なども表しているという。この交渉は、元兵庫県教育委員会事務局高校教育課、指導主事である菅野耕也によって制作された。交渉を、ブレザーの左襟に着用することが高速で、定められている。校歌は、岸本進が作詞し、田村義隆が作曲したものである。大らかに、後半力強くと楽譜に指示があるように、 公明を繰り返す部分が盛り上がるのが特徴である。歌詞中には、公訓や歌詞上、屏風が裏などが歌われている。中庭の名前が、一恵庭となっているのも、歌詞中の、一後一恵という言葉に由来している。また、効果とは別に、が存在する。上着については、夏服は、ポロシャツであり、襟の部分には、スクールカラーの演示色があしらわれている。冬服も、 エンジン色のブレザーである。男子のカッターシャツ、女子のブラウスにも光明が入っている。また男子はスラックス、女子はスカートである。ネクタイは1期生がグレー、2期生がエンジ、3期生が紺色で、4期年以降はこれを繰り返している。学校指定のカバンはグレー、レインコートはクリーム色である。コートやジャンパー、セーターなどの防寒具や靴、ベルト、 靴下などについては、色や使用時期の規定はあるが自由である。なお、校内で使用する靴は、上靴ではなく、スリッパが指定されている。制服の規定が改定されたことを受け、2011年度、入学生から新制服に移行した。それにより3学年すべてが新制服に移行するまでの2年間は、新旧の制服が混在することとなった。この新制服の色やデザインなどは、 卒業生に行ったアンケートや制服改定委員会、また26期生徒会執行役員らなどの意見を総合的に判断して決定された。正式な発表がなされたのは2011年8月21日に行われた学校説明会においてである。スクールカラーはエンジもしくはヨーロピアンワインレッドである。この色は制服のブレザーに採用されていた。また、 この色は俗に、あずき色、あずきカラーと呼ばれることから、赤し情勢とあずきの関わりは深い。単にあずき、といえば、制服のブレザーのことを指すだけでなく、在校生のことを小豆、あずき生、あずきっ子と称するなどの造語も生まれ、情勢新聞などにも多々登場している。また、少数魂などと書かれた練習儀で活動している、部活動もある。このように、 小豆と城菜は密接に関わっており、わざわざ新聞部が小豆の業者を取材したこともある。楽しむことだけを目的とした文化祭とは違い、個々の努力、クラスの団結を目指した文化発表会である。生徒会主催、城西高校最大のイベントとして知られ、開校時の1984年から毎年開催されている。 毎年6月中旬の平日2日間の開催である。在校生以外の来場者は卒業生、保護者、地域の人々に限られる。それぞれのクラスは、体育館ステージでの発表を目的とした、ステージ部門、教室での手作りアトラクション、壁画、地上絵などの展示を目的とした、展示部門、食品や飲料水の販売を目的とした、 模擬店部門に分かれて発表する。模擬店部門は単に食品を販売するだけではなく、食品の歴史や作り方などを調べた展示も並行して行うこともある。クラス発表だけでなく、各文化部の発表や、生徒会の図書委員会による、古本紙、構成委員会によるリサイクル物品の販売、ダンスバンド、漫才などを募集して行う、有志発表などもある。 それぞれの部門において最も素晴らしい発表をしたクラスに情勢対象が贈られる。ステージ部門は2日間開催の1日目に全クラスが発表し、2日目は審査によって選ばれた3クラス。第22回までにクラスが再演し、その中から情勢対象が選ばれる。2日目の審査に1日目の審査結果は持ち越されない。情勢対象に選ばれなかった再演クラスには、 優秀賞が与えられる。また、1年生の中から1クラスにのみ、新人賞が与えられる。通学路クリーン作戦、募金活動、緑化活動、福祉施設訪問など地域に貢献する活動を多く、行っている。オープンハイスクールや、触れ合いコンサート、グローバル探求講ス説明会なども地域に広、開かれている。特に募金活動は1985年から、 続けられており、足長学生募金やユニセフ募金などの他に、阪神淡路大震災やパキスタン地震などの支援のために募金が行われたこともある。生徒会執行部や構成委員だけでなく、有志が多数、2007年度の場合、4日間で、延べ人数合計217人。詳細は、生徒会のホームページを参照を参加するのも特徴で、 音楽部がライブを行って盛り上げたこともある。募金総額は2009年春の足長学生募金の際に1000万円に達した。陸上競技部、水泳部、テニス部、ウェイトリフティング部が全国高校総合体育大会などの全国大会に出場し、賞を受賞している。例えばテニス部は2007年の全日本、ジュニアテニス選手権において16歳、男子ダブルスで、 全国優勝を果たした。シスポーツ賞を受賞した経験もある。またウェイトリフティング部は2004年の埼玉国体重量上げ少年の部で3位に入賞した。なお、の自菊国体のウェイトリフティング少年男子の会場に赤市城西高校の体育館が使用された。サッカー部は2009年10月26日の神戸新聞の記事で組織力で逆転したと評された。 野球部は神戸新聞の高校野球選手名館では粘り強いつなぎの野球が心情との評価だった。情勢新聞を発行する新聞部が多くの全国大会に出場し、全国高等学校総合文化祭年間指名審査で最優秀賞、全国高校新聞コンクールで全国高等学校新聞教育研究会賞4位に相当するなど、 多くのを受賞している。東京朝日新聞本社での受賞式に出席したことや、新聞部員が取材した記事が、神戸新聞に掲載されたこともある。1年間で16から17回発行され、平均しておよそ12ページの A4 版紙面であり、近隣の赤市医療センターや、岩礁堂書店などにも配布されている。音楽部はすぐ近くのイオン赤市ショッピングセンターで、 ライブ活動を行っており、イオン赤市ショッピングセンターのホームページにおいて、とっても練習熱心と評された。議員兼姉妹部は、同好会だった頃に、兵庫県総合文化祭のオープニングセレモニーで、県部を演じた経験がある。グローバル探究コースは、英語教育に重点を置いた英語コースである。正式な表記は、探究であるが、探究の5表記も参見される。 各学年1クラス存在し、クラス外は行われない。1年次の時から、情報の授業を受ける。2、3年時には、グローバル探求 IE という授業で、世界各国の諸問題について、英語で、プレゼンテーションを行ったり、国際協力機構や財団法人、PHD 協会などから人を招いて、交流を行ったりする。 一日英語キャンプや模擬国連授業が行われたこともある。神戸大学や神戸市外国語大学へ出向いて模擬授業を受けることもある。入試では英語の筆記試験のほか、実技試験、日本語での面接が課せられる。赤市城西高校では2年次から分離選択で理系、分一、分二に分かれるが、グローバル探求コースの生徒は分一扱いになる。 木国会という名の同窓会が組織されている。この名前は講義にちなんだものである。主な活動としては、木国という名の解放を発行したり、学校周辺の清掃を行ったりしている。また、木国会の名前が入った発表も存在する。解放による英語表記は、ライアソシエーション評語プリフェックチャールアカシジョサイハイスクールとなっている。また、 情勢高校 PTA は平成22年度有料 PTA 文部科学大臣表彰受賞団体に選定された。明石情勢高校 PTA は市内7高校と連携し自転車通学マナー向上プロジェクトを実施している。情勢高校 PTA 会長が実行委員会の会長を務め地域へ貢献したことで地域小中学校 PTA 会長から感謝状を贈られた。 兵庫県教育委員会による記者発表によると、上日のような活動が受賞につながったという。本文中で引用したものを楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。